皆さんこんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌えです。今回は地方創生、観光かけるデジタルだけでは成功できない理由についてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録そして通知設定ベルマークチーンって押してくださいね。はい。これ何かっていうと、最近その 企業講演なんかで、えー、地方で講演して回ることが結構あるんですけれどもその時に結構テーマで上がるのがその観光業がね今一つ盛り上がらない地方でそのどうやってその観光を盛り上げていくのかデジタルトランスフォーメーションの時代なのでそのインターネットとかその IT 系の技術を使ってアピールしていけばうまくその ねえー、観光がまた盛り上がっていくんじゃないんだろうかということで、いろんな取り組みが行われてきたんですけれども、まあ、うまくいってる事例とうまくいっていない事例がある。その違いは何なんだという話をちょっと先日させていただいて、結構みんななるほどっていう感じだったので、そのことについてお送りしたいと思います。で、デジタルの時代で一番大事なことってあるんです。で、デジタルの時代で一番大事なことは、リアルなんですよ。で、これ何かっていうと、その、アーティストがね、 えー、CD が売れない時代にななったなぜならば YouTube とかで、まあ、無料で配信されていて、えー、いつでも YouTube につなぐと好きなアーティストの音楽が聴けるそうなってくると CD がなかなか、ね、売れなくなってきたそじゃあその代わりに何が売れるようになったのかっていうと逆に ライブが伸びてるんですよそのライブのマーケットがもう10年間ずーっと伸び続けていてですねこれって YouTube で無料で見れば見るほどそのアーティストが好きになって近くまで来た時にはああの自分の大好きなアーティストが来るんだと思ってちょっと足を伸ばしてライブを聴きに行くっていうふうにねユーザーがなっていくことでまあライブが伸びるっていう効果が得られているんですよね。でここで まあこういうういアーティストのようにですね、なぜデジタルが伸びたことでリアルが伸びないのかっていうことがまあポイントなんですけれどもだい,たいその観光協会がやることってですね、まあ、国から助成金をもらって、えー、そのね街の中のまあ名物の写真を撮ってウェブサイトに上げて終わりとかもうちょっと工夫して。えー ウェブサイトになんか食べ物だけじゃなくってその写真だけじゃなくって 3D で VR コンテンツを作ってみてそれで終わりとかあとは YouTube にその映像を流して「町の魅力はこうです」なんか「19何十何年に何ができて」みたいな話をして終わりとかねそういうのが結構多いんですよね。 なのでその助成金もらってるんで、えー、やっつけ仕事でやっちゃうっていうのがまず一つこうダメなポイントだと思うんですけれども、まあ、それだけではない違い違ってあるんですよね。それって何かっていうとあの YouTuber と i n s t a g r a m がなぜ、えー、違うのかっていうね YouTuber は結構テレビに呼ばれることはあるんだけれども i n s t a g r a m はあんまりそのテレビに出たりとかそのね、えー、リアルなイベントに出たりしないっていう一部のですけどね ある一部のインスタグラマーは出てこれないっていうね違いがあるんですけどこの違い何かっていうとあのリアルのコンテンツアナログの本当の自分っていうリアルのコンテンツがあコンテンツがねそのリアルに来たお客さんインターネット経由でデジタルで見せるんじゃなくってリアルで見た時も魅力のあるコンテンツかどうかっていうのがここに違いがあるんですよ。でこののの場合は何かっていうとあの インスタグラムで写真だけ見るとすごくこうウエストもくびれていて足も長くって本当に素敵な人って思っていたのがあのリアルなイベントに出てきた時にえこの人誰っていうぐらい違うっていうのが結構話題になった時期もあるんですなのでそのインスタグラムを使って目立つために加工しすぎてですね逆にその実際の人物と乖離しすぎて 生で見た時に、こう、耐えられない。耐えられないというのはその、その人が美しくないとかではなくって、あまりにもそのインスタグラムに載っているその画像が加工されすぎて美しくなりすぎていて、もともと綺麗な人なんだけれども、あまりにも違いすぎてギャップ苗しちゃうっていうケースが結構あるんですよ。あとそのインスタグラムの場合だと、もう写真だけなので、意外とこう、あの、トークがね、 イベントで受け方をするっていうことができなかったりしてその後ですねあの自分のがリアルで受けないということを恐れてですねあまりこうリアルのイベントには出ないようにそのインスタグラムだけで活動するるようになるとかそういういケースもあるんですよでその一方で YouTuber っていうのはまあ有名ユ,ユーチューバーは結構テレビなんかに出てるんですけれどもその。 YouTube で売れるってことはそれれなりに喋るんですよねそしてそのルックスっていうかな美しいルックスで売ってないケースが多くってコンテンツの内容で売ってるのでそのテレビとかあの生の講演会でも結構耐えれるんですよそこの違いがあるんですよねでこれ観光と観光の話だとじゃあ何なんだっていうとですね 観光で、観光の魅力、観光地の魅力をウェブサイトとかインターネットを使ってアピールするにもですね、あの、アピールした後のことまで考えて設計しないといけないんですよね。それ何かっていうと、実際に、あの、ウェブとか、ね、えー、YouTube とかで見た人が、は素敵なところって思って来た時に、あの、 リアルが充実してなないとダメなんですよ、ね、あのい名物が美味しそうと思ってきて食べたらすごいなんか名物なんだけど単なる名物で特にうまくもなかったがっかりみたいなね名物うまいものなしを地でいくようなことをやってるとあのギャップ内でもう来ないってなるし口コミでその後広がらない。そして、まああのね、観光名所もですねね <laughs> 観光名所って歌ってるのに街がこうちょっとさびれてってねなんかあのお化け屋敷みたいになってるところとかあったりするわけじゃないですかもうあのあのねもう言ったらもうほんと申し訳ないんですけどなんとかこの周辺とか一時そのバブルの時には栄えたけれどもペンションとかがそのバブルが弾けた後にさびれてってちょっとね 怖いなんか廃墟みたいになってるところとかそういうとこあると思うんですけれど、まあ、そういうものを放置しているとかね町としての体裁を整えていないなんかとそういうリアルでのそのギャップえっていうのを放置しているのがまあそもそもの問題で観光地なんだからそのデジタルに頼る前に町から美しくしていくっていうことがすごく大事だと思うんですよ。 でやっぱ私はあの結構あのなんかねえー、地方に行くとちょ,ちょびっとだけ観光するんですけれど街としてよくできてるのは箱根で箱根はこうねバスで走ってもなんか車で走っても街が全部きれいにできているしその箱根全体が あの、ちょっとコンテンツね、アトラクションの、なんていうの、エンターテイメントのアトラクションとして、ちゃんとあの、確立されているんですよね。 あとは、その、観光名所としての伊勢神宮だったりすると、昔はおかげ横丁っていうのはなかったんだけれども、赤福さんが頑張って、その近所のね、お土産物屋さんたちを声かけて、おかげ横丁っていうのを作って、江戸時代にね、トリップしたような感じの街並みを作ってみようと言って、そのね、ちゃんとその街並みを作って、コンテンツをまず充実させるっていうことをやって、 やってるからやっぱりその伊勢神宮とかねね行ってて滞在時間が伸びてるんでですよ、ね、であとその単にウェブサイトを作るとかじゃなくってやっぱりそこにインフルエンサーの存在が必要でまあ伊勢神宮のインフルエンサー特に誰っていうのはいないんですけど、まあ、スピリチュアルで、まあ、有名な人たちフォロワーさんがいっぱいいるような人たちは、まあ、スピリチュアルな人がまず。 伊勢神宮に行きましょうとか言うとみんなで「おお伊勢神宮行こう」みたいなパワースポット行こうよみたいな感じになっていくと、まあ、その時に行ったらちゃんとその伊勢神宮の周りにコンテンツが充実しててまた行きたいと思うようになるでイン,フラインフルエンサーを作るっていうのがすごく大事なんだけれど、まあ、名古屋はこれでうまくやってるんですよね。 名古屋のインフルエンサーというのはあのおもてなし武将隊っていうねハローワークで集めてきたイケメンたちに何か武将の格好をさせて、えー、名古屋城の周りをうろうろさせるっていうねあれはすごいコンテンツを作ったなと思うんですよ。あとその昔台湾がやっていたことは台湾の魅力を使え伝えるためにその日本のブロガーに声をかけてですね台湾の魅力を 日本語で発信してててもらうっていうっっいいこととをやっていたとだから日本もその日本の地方もその空いている空き家があってですね、まあ、その街の魅力を伝えてくれるブロガーなりユーチューバーなりそういうインフルエンサーを作るねそ、えー、のにインフルエンサーを雇うとなるとすごくお金がかかるのでハローワークとかで、えー、雇ってですね何人か集めて、えー ユーチューバー、この人はユーチューバー、この人はブロガー、この人はインスタグラマーとかいう,いう形で、コンテンツを作って、もうみんなで見てて楽しいっていうコンテンツを作っていかないと、街全体を盛り上げる。若い人が、わ、ここ楽しそうと思って来る街づくりってのは難しいんじゃないのかなというふうに思っています。その、やね、デジタルの時代なんだけれども、一番大事なのはリアル。 価値があるのはリアル観光名所観光名物観光名所が美しくって観光名物名物名物っていうのがすごく本当に美味しいものそのコンテンツリアルなコンテンツを充実させるということにもっと力を注いでそしてアピールするためのインターネットでの SNS を活用していく。 インターネット上でデジタルのコンテンツを充実させてアピールしていくっていうことになります。ということで、まあ、あの地方創生観光×デジタルなぜうまくいかないのか、まあ、第1弾ですね他にもいろいろ要因があるんですけど交通の便とか、まあ、それはその時にまたお話をしたいと思います。じゃあねー